旅の純也とスーザンです。今日もロングめっちゃ楽しかったです。やばいね、結構ロング向けの波だよね。波がちっちゃいと特に、まあね、めっちゃくちゃロングライドとかもできるし。で今日は70のフィッシュも結構意外に、うん、これもあの小波ながらもやっぱ乗れるし、うん、で今日はロング波だからメインがロングだったけど、2人でこの70の板で楽しむことができました。はい、結構さ思ったのはどっちかというとさ日本っぽいじゃん、あんまりパワーがないみたいな、うん、だから日本でも乗れるかなと思って。確かに、もし興味がある方は概要欄にクーポンコード海旅を貼っとくのでチェックしてみてください。ということで、もう今からこの前インスタの方で募集した質問を、たくさんの質問をいただいたので、それにありがとうございます。それに今回お答えしようということで、今からお家に帰って質問コーナーに答えたいと思います。はい、じゃあお家戻りましょう。行きます。じゃあ先週ぐらいにインスタで、質問コーナーを設けさせてもらって、いくつか質問が来たのでこれから答えていきたいと思います。はい、3つのトピックに分けたんだけど、1個目がオーストラリアについて、で2個目がサーフィンについて、で3個目が私たちについて、この3つで順番に答えていきます。で、はい、最初はオーストラリアについて。はい、最初の質問は、日本のものを一つオーストラリアに持っていけるなら何を持っていきますか。日本のものか、むず。食品以外何でもいいんじゃない。でもなんか私もすぐ思いついたんだけど、十徳ナイフ意外となんか使える。あれでも日本のものじゃないよね。日本のものじゃないか、あれ。なんだろう、日本のもの一つ。めっちゃ考えた結果、はい、機材、カメラとかの機材はやっぱ日本が安い、うん、一番安いし保証もしっかりしてるし、うん、結局日本製のものが一番だから、日本製のものは日本で買うのが一番で、しかも日本の中古市場ってすごい綺麗だから、そういうのは揃えてくるのがいいかもね。あとは iPhone とかも多分ね、日本の方が安いから、買い替えるんやったらもう日本で買い替えてから来た方がいいって思った。意外に機材なんだね。そう、機材です。次、オーストラリアにいる時はどうやって体型維持をしていますか。言うほどだよね。でも確かに太った2人とも、うん、で、まあ、筋トレもしてないし筋肉量も減ってるけど、まあサーフィンやってるからその分まあ体は動かしてる、うん、なんだけど圧倒的に自炊が多いっていうのがやっぱり体型維持の秘訣。そうだね、あとサーフィンを何時間もやるっていう、うん、やっぱり日本ほどなんか安くて美味しいものがゴロゴロあるわけじゃないし、コンビニとかも全然ないし、この国だから本当に自分たちでご飯を作ることが多い。本当に自分で作るっていうのがやっぱり体型維持のそこまで太取らなかった理由の一つでもあるんかなと思いました。はい、なので自炊になります。で、お会いしたいです。オーストラリアはいつまでいる予定ですか？次に行く国は決まってますか？日本帰ってきますか？オーストラリアはいつまでいる予定ですか？今のところ6月末、2024年の6月末。そこまでしかビザが取れてないから、はい、で延長ができるかどうかもわかんないから、ひとまずそこで区切りをつけるかもしれない。はい、で次に行く国は決まってますか？なんかちょっと計画してます。確かに。なんか次に行く国っていうよりかは、ちょっと旅行に、このオーストラリア滞在中にちょっと他の国に旅行に行きたいなっていうのはあって、スーザンの憧れの国なんですけど、しかも急に考え始めた。ビビったもん、急に電話来て数十万、100万かかるけどいいみたいな。そんなにはかけないんですけど、1週間に何十万かぶっ飛ぶような計画なので、はい、まあそれもまた動画で撮れたらなと思います。はい、日本帰ってきますか。日本は、まあ帰りたいけどちょっとまだ未定だね。そうだね、いつ帰れるかもわかんないから、まあでもいつかは帰りたい。でも6月末でビザ切れるとしたら、一旦一瞬日本に帰る予定です。一瞬、本当に。でも本当に見て、本当に見て、ビザも延長できる可能性もまだスーパーあるから、とりあえずでも帰りたいし。帰りたいの？え、帰りたくない。日本食とか食べたくないだって。まあね、っていう感じです。11月からゴールドコーストにカップルでワーホリに行きます。英語全く喋れないです。大丈夫ですか？また住む家とかの見つけ方を知りたいです。英語、そうだね、喋れるに越したことはないけど英語、うん、でも喋れなくても全然生活してる人はいるよね、うん、だからその大丈夫っちゃ大丈夫、うん、だけどまあ喋れたら絶対にそれは喋れるだけもう最高、まあね、だしトラブルとかも解決できるし。ゴールドコーストは日本人多いし、その情報もネットで出回ってるので、結構日本語喋れなくてもなんとかなるっていうのが現状で、であと住む家とかは私たちはもうフラットメイトでしか探してないです。でもこっちに友達がいるのであればそれを頼りにしてもいいと思うし、フラットメイト、あとは日語プレスはメインで王道でみんなが使ってる、ね、プラスやっぱ日本人のコミュニティの中でやっぱ探すっていうのが結構いいかもね。確かにそうです。なのでそうだね、そうね、まあでも2人がやったのはフラットメイト、フラットメイトか友達に聞く、うん、ここもそうじゃん、友達の家、うん、私たち最初の家はフラットメイト、2個目の家は友達
のつてというか。そう、そうです。はい。はい。じゃあ、英語勉強を始めた時の方法を知りたいです。二人ともちょっと違うよね。うん。まあ、スーザンの方が英語喋れて、僕はまあ、普通にまあ、ギリギリ会話できるか。コミュニケーションは取れるって感じだよね。そう。私はね、一応ね、ポルトガル語がちょっと喋れるんですけど、それのおかげか、結構英語でも似た言葉だったりとか、ポルトガル語と。あとなんか、主語、述語が、の配置が一緒だったりするから、結構なんか覚えやすかった。幼い時から。だから、私は、中学校から英語が得意で、で、そのまま高校と短大は英語を専門に勉強してたので、ある程度のその英語の知識はついてる。使って なかった間がまあ 5,6 年あったから、すごいブランクがあって、そっから勉強しようって思った時は、私はひたすらネットフリックス見てたかも。こういう時ってこうやって言うんやみたいな。確かに映画ネットフリックスとか、まあ、できることならなんか話す、うん、生で。ジュエ君はね、たまに TikTok でそういうの見つけるよね。 TikTok のも結構勉強になるなって思ったのは、本当によく使う言葉をね、なんか並べてくれるよね。だから TikTok で勉強してみるのもめっちゃありだと思います。はい。半年ぐらいにワーホリでオーストラリアに行く予定ですが、ぜひお会いしたいです。一人でワーホリに行くのが不安しかないです。アドバイスあれば教えていただきたいです。いや、一人で行くのはすごいよね。一人でワーホリしてる人、一、うんうん、人でワーホリ来る人がほぼ 80% とかじゃないんかな。そう、だからみんなやっぱり新しい出会いとかに敏感やし、なんか新しい友達もできるし、だから一人で来る時は不安だと思うんですけど、こっちで出会う日本人とかと絶対友達になれたりするし、それはそれでね、すごい楽しいと思うので、だからそういう新しい友達作りができるって思って、ちょっと前向きに考えてもらえばいいかなって思います、うん、なので大丈夫だと思います、はい、英語が話せなくても海外移住は目指せますか？でもその海外移住の場所にはよると思うけど、まあ、目指せるは目指せるんじゃない。ただこのオーストラリアに住みたいってなると、英語を話せない状態で来て話せるようにならないと多分永住は取れない。永住を獲得するのにまず英語の検定を受けなきゃいけないので、基本的には英語力がないとオーストラリアには永住は目指せないっていうのがオーストラリアの現状で、他の国はまだ行ったことないのでまだ何とも言えないんですけど、でもおそらく私の認識では英語が話せなくても海外で住んでる人はいるんじゃないかなって思ってる。だけど、まあ、英語が話せるに越したことはないから、確かに。もしその目指すんだったら、とりあえず英語目指す前の期間とかに英語を勉強して、ね、英語が話せてそんなことはないっていう感じです、はい、オーストラリアに来てから乾燥がひどく肌荒れが止まりません。スキンケアを教えてください。で、肌荒れしませんかっていうコメントがあったんですけど、なんか正直ね、私これになんかめっちゃなんか自信持って答えれはできない。なんでかっていうと、私も全然ね、肌荒れめっちゃしてるタイプだったし、で、いろんなさ、イヴ・サンローランとかディオールとかめっちゃ高い化粧品も本当にお金つぎ込んできたけど、質も意味なくて、で結局全てシンプルにした時が一番自分の肌が良くなったっていうのを感じた。まず乾燥であればセタフィル、これは私のめっちゃおすすめの、これ体にも顔にも使えるもので、匂いもなくてすごい、ベタつきもない、ね、そう、ベタつきもなくてサラッとしてて、これは めっちゃお気に入りなので、スーパーで見つけたら買ってみてください。乾燥した肌とかにもめっちゃおすすめやし、なんかアレルギー反応とかも絶対出ないような本当に優しいもの、本当になんかシンプルなものなので、これがおすすめです。日本の時からずっと使ってます。なのでよかったらこれ使ってみてください。で、ゴールドコーストバイロンベイおすすめのカフェを教えてください。めっちゃあるのでここに載せておきます。スクリーンショット撮っておいてください。1個言うなら、1個言うなら、あそこじゃない、誕生日行ったとこ。そう、パドックベーカリーだ。パドックベーカリー、あそこは何食べても美味しい、マジで。じゃあ次行きます。サーフィン編。サーフィン編です。じゃあ水着でサーフィンをすると水着がすごいずれるのですか、どうしてますか。これビキニの話かね、多分。まあ男の人あんまずれんもんね。どうしてるんだろう。なんかとりあえず飲まれてピャってなったらもう水の中でこうやって直すでしょ。とりあえずね、水着でサーフィンしてて脱げないっていうのはもう諦めちゃった方が早いのかもしれない。そうなの。それか私はいつもなんか水着の場合は自分のサイズの1個下を選ぶ。まあ紐系はやめといた方がいいね。なんかやっぱね、スポブラっていうか全部がさ、そういうホックがないやつ。あれはつなぎは、あ、つなぎはめっちゃいいと思う。つなぎのね、水着私よく着るようにしてます。なのですいません、あんまり参考にならないと思うけど、そんな感じです。次、初心者で波が大きくて怖い感覚まだわからないのですが、やっぱり危ないんですか。そのどれぐらい初心者の方かと、どれぐらいの波が怖くないかわかんないけど、とにかく波に対して恐怖心を持った方がいいかもね。まあね、なんかこんだけ数年サーフィンの経験がある僕でもやっぱ怖いって思う時はあるし、うんうん、危険って思う時はある、うんうん、もちろん、うん、確かに。だからまあ自然
のパワーは半端ないから、うん、まあ、ちょっとその危険を知りつつ、うん、自分の安全なラインで楽しむみたいなのができたら最高だよね。多分自分のスキルが上がっていくほどにそれはね感じていくものやと思ってる。最初はそんなになんか本当に浅瀬とかで練習したりとかちっちゃい波で練習したりとかしてるんだけど、自分のスキルが上がっていくにつれてもっと沖でサーフィンしようとかもっとでかい日に行こうとかってなった時にちょっとねいつもと違う飲まれ方とかしてとか、あの板が当たったりとかいろんなことがあり得るんだけど、だその時はちょっと恐怖感じちゃうかもしれないね。そうやね、だから怪我してからでは遅いから。私もねなんか切れたりとかもしたし、あんまり無理をしないことが一番です。はい、はい、で GoPro でサーフィン撮る時のコツを教えてほしいです。自撮り棒的なの何を使ってますか？自撮り棒は GoPro の専用の写真貼っといて、はい、こうやって持ってこうやって撮ってる。そうで GoPro 専用のこの浮くやつ、フロートタイプの棒をこうやって使って、うん、ロングの時はね。でショートボードの時は口に加えるバイトマウントってやつ、 GoPro 純正のやつがあるんですけど、それを加えてこうやって走ってる感じです、うんうん、そうです。とコツ難しいね。でも私結構コツっていうか、あの撮影方法のコツ的には、うん、まず最大の広角にしてスーパービュー、うん、ハイパービューとかにして、そうすれば多少ずれてても映るとかさ、ロングだとさ足とか映ってほしい時あるじゃん、うん、おしゃれに、うん、めちゃくちゃ広角 GoPro だったら、うん、にして、あとちょっと上の方に上げるといいと思う、うん、こうやって横じゃなくてちょっと上向かして、あの撮るとすごいいい動画が撮れます。はい、次行きます。パドリングが上手くなるコツを教えてください。僕が思うのはやっぱさ背中の筋肉やん、ラットプルダウンやった方がいいんちゃう？これ筋トレ？これで、こうやってさ書くじゃん、書いて肩ってよりは背中じゃん。私的にはね、なんかそのパドルをする意味をちゃんと頭に入れてパドルした方がいいのかもしれない。例えばパドルをする意味は前に進むため、うん、じゃあ前に進むには書かなきゃいけないじゃん。でじゃあこうやって表面だけ書いとったらさ絶対進まへんやん。そんな深く漕いだ方が絶対進むやん。進むんだよっていうものを頭に入れながらパドリングすると全然違うと思う、そこの意識で。その中で、うん、まあ、背中の筋肉があると多分ね、プラスでプラスになると思う。そうだからその前に進むっていうのを意識しながらパドルすればちょっと良くなるんじゃないかなって思います。はい、最後です。ショートボードお気に入りのを教えてほしいです。形状など一応ショートボードお家にいっぱいあって、ちょっと紹介する？いいよ、じゅんやくんのお気に入り。はい、このいつも紹介してるんだけど、これ見えるか、はい、見えきらへん。これです、70のフィッシュ。自分が思う個人的な意見にはなるんだけど、うん、上級者でない場合ここの幅が広い方がいいと思うんだよね。こっからここ、うん、横幅が広いとなんかさいろんな板乗ってきて思うのは、細ければ細いほどさやっぱさこうぐらつくじゃん、 あのパドリングしてる時にこうやってぐらつくじゃん。でぐらつくと絶対波に乗れないんだよね。だからこの横幅が広い、これ結構横幅広いんだけど、横幅が広い板っていうのが、うん、あと日本でこれ使ってたもうボロボロのボードなんだけどこれ結構ここのこっからここまでの横幅が結構広いから、うん、なんか安定するんだよね。あっちにある黒い板とかは細いからめちゃくちゃちょっと難しい板なんだけど、うん、こういう横幅が広い板はなんか好きかも。で私のお気に入りは HD2。 スーザンのお気に入りの板はこちらです。はい、これもね横幅は結構ある方だと思う。そう、それもない。いや、あの2つに比べたら横幅はないけど、まあね、オールラウンダーな感じ。ちょっとここが分厚いんだね、これ。確かに真ん中が分厚いのと、あとロッカーがあんまり効いてないから本当にオールラウンダー、あのちょっと大きい波もいけるし、ちっちゃい波も拾いやすい。でも私本当にあのさっきジュニア君が見せてくれたあのショートボードとこれしか、ほぼそのショートはパフォーマンス系のショートはこの2つしか乗ったことなくて、今のところ私のねサーフィンの成長にかなり大きく貢献してくれているこの HT2 は、多分ビギナーっていうか、もうショート歴浅い人でも多分上手に乗りこなせる板だと思います。さっきのね70のフィッシュは波が柔らかかったりとかしたら私とかでもね全然乗りやすくて、ショートをこれから始めたいっていう人にはぴったりなのかもしれない。どうやね、なんか波のキャッチはね本当に速いしスピード感もあるから、他のそのパフォーマンスとはまた違った乗り心地なんだけど、でも私もねその緩やかに乗りたい時とか分厚い波とかだけどショート乗りたい時は結構70を使ったりしてます。面白い板だよこれは。っていうのでサーフィンは今これで以上になります。はい、で次が2人についてのことです。はい、サンシャインコーストでワーホリ中です。お二人の素敵なマインドの保ち方を聞きたいです。サンシャインコースト自体がまず行きたい ね素敵なマインドの保ち方。でもね多分単純なんだと思う。私たちあんまり論理的に考えたりするタイプじゃないし、もともと
なんか目の前のことを素直に受け入れるタイプで、なんか私とか特にそうなんだけど、なんか嫌なことあったらムカつくし、悲しいことあったら泣くし、なんか嬉しいことあったらめっちゃ喜べしみたいな、本当にかなり単純っていうのと、あとはもう本当にちっちゃいことで喜びを感じるマインドにする。いやそれそうかもね。なんかさ、うん、小さいこととかを幸せに感じる、なんか当たり前のことなんだけど、例えば今日あんな綺麗な海でサーフィンできたこととか、うん、例えばもう仕事今からあるんだけどさ、2人ともめんどくさいじゃん。だけどそれすらありがたくないって思っちゃ う転換するんだよね。仕事めんどくさいけど行くと好きな子たちに会えたりとか、お金もらえるし行くとみたいな、うん、だってさ、うう今周りにさ給料全然もらえてない人たち周りにバンバンいるじゃん。だけど自分たちさ結構仕事もらえてるじゃん。だからそれはさ結局幸せじゃん。で捉え方じゃん。だからその捉え方を結構変えてる気がする。確かに。なんか嫌なことあってもなんか捉え方によってはいい時もある。確かに。なんかそういうポジティブに捉えようって俺は努力してるかも。基本的にそのネガティブなことが起きたことに対して、まあ、もちろんできないこともあるけど、あといい波乗ればポジティブになるの。間違いない。いい波乗ってください。はい、次。いつも見てます。学生生活でやっておいた方がいいことがありますか。あともう一個同じような関連で、25歳になります、やっておいた方がいいことありますかっていうことです、はい、学生さんからいく。いつも見てます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。学生生活、うん、学生生活と25歳バージョンみたいな、うん、学生生活でやっておいた方がいいって思うのは、自分は英語、やっぱ英語今もさ学ぶ段階で全然そのすごくなくて、うん、学生の時に3年とか2年とか1年でもやっとけば今もっと楽だったんだろうなと思う、うん、確かに。やっぱ英語ってすごい、もう誰でも使えるから、ね、特にこっちに来てから強くそうやって思うよね、うん、もうちょっと英語勉強しとけばよかったなみたいなね。そうで、なんか学生の時ってなんかね、底知れぬ力があるよね。頑張れる、わかる、もうがむしゃらに頑張れるみたいな。だからその力を使ってぜひ英語を勉強してほしいのと、私の中ではね結構旅をしてほしいって思ってて、旅行とかじゃなくてバックパック担いで、その綺麗なホテルとかじゃなくて、ちょっとバックパッカーホテルとかそういうのに泊まって、いろんな人と交流してほしいって思います。なんか私は旅で人生変わったって思ってて、で、まあ、25歳で2人でバックパッカーやったんだけど、それで私のね考え方とか180度変わって、ちょっとおかしな人なのかもしれんのだけど、なんか普通の人より考え方がね。でもなんかやっぱ旅はなんか本当に人生を変える何かが潜んでる気がする。まあ損はないかもね、やってて、うん、別に何もなかったにしても絶対楽しいし、うん、やって後悔することは絶対ないと思う。なんか得るものの方が大きい気がするから、ぜひ旅をしてほしいです。25歳。25歳、難しいよ、ね、もうでも似たようなもんだよ。25歳、俺がじゃあ学生終わって25歳前でも英語英語はとりあえずやっときたいね、うん、プラス旅になっちゃうけどね。まあね。とやりたいことがもしあるとしたら、貯金をしてもいいかもね。確かに。やっぱ学生とは違って社会人だと思うから、うん、なんかお金がもらえてるわけだから、そのやりたいことがあるんだったらそれのために貯金しといて、うん、損はないかもね。っていうか私が今思ったのは、やりたいことをやってほしいって思う。25歳だからこそ、なんか年を取っていくにつれて周りはどんどん結婚とか出産とか、なんていうの、違うフェーズに進んでいくのね。で今ハワイ行きたいけどな、まあでも今タイミングじゃないしなとかって思ってると、気づいたら自分も30とかで、そのタイミングとかを逃しちゃったりすることがある。で25とかだったらまだなんかよし挑戦しようみたいなって思える年だと思うから、やっておいた方がいいっていうよりかは、やりたいことがあったら絶対やってほしいって思うかな。まあね、やりたい時はやりたい時にやった方がいいと思うし、消化しといた方がいいね。でそれにはやっぱさっき言った貯金もつながってくるかもね。まあね、その貯金で準備しとけばやりたいって思う時にバンって出せるから。確かに。その30万から100万とか。確かに確かに。ちょっとした貯金はいるのかもね、うん、なんか確かに。まあ貯金が全てではないけど、もしやりたいことあるならそれに対して貯金したり、投資とか勉強できるなら投資したりとか、そういうことかな。そうだねっていう感じです。で先日入籍しました。おめでとうございます。お二人のようなラブラブ夫婦を目指します。秘訣は何ですか。私たちねめっちゃ喧嘩するんですけど、うん、仲いい仲いいと思っとる。思ってる。仲いいよ、仲いい、仲いいし。どうなんだろう、僕的にね、うん、結構これさ喧嘩した時に結構自分が歩み寄るというか解決するじゃん、うんうん、なんか喧嘩をしてくださいと思う、うん、俺は。確かに。喧嘩はなんかネガティブなことって思ってなくて、うん、喧嘩するほど仲いいっていう、うん、ことわざみたいなのあるじゃん、うん、あれがマジでその通りだと思ってて、うん、なんか喧嘩ってまあ怒鳴り合いじゃないよ、バーンってぶつかった時に、うん、なんでそれが起きたかとか、今後それ起きない
ないようにどうすればいいかとか、うん、考え直す瞬間になると思うから、真面目に話す機会ってそんなないじゃん。だからそういうバーンってぶつかった時に真面目に話して深掘りしてもっと仲良くなる機会だと思ってる、うん、俺は。ぶつかった時は、うん、もっと仲良くなるチャンスだと思って、うん、でそれを繰り返しまくったって感じだね、うん、原因を探すみたいな感じだよね。なんで喧嘩が起きたのかっていう、で今後どうすればそれがなくなるか、うん、もっと考えるじゃん。相手のこと考えるじゃん、うん、あもっとこんなこと言わんけりゃよかったなとか、うん、あ本当は好きなんだなめっちゃとか、そんな感じ。これはちょっと重い喧嘩な時なんだけど、そんな毎回重い喧嘩っていうわけじゃなくて、なんかわかる、なんかイライラしとってさ、生理前でイライラしとったりとかしてさ、まあパーンって喧嘩になっちゃうこととか、そういう喧嘩の方が結構しょうもない喧嘩の方が多くて、私たち実際多分みんなもそうだと思う。しょうもない、なんで喧嘩したっけみたいな、うん、っていうのがよくあるんだけど、なんかそういう時はね、お互い悪かったりするの。 50%50% みたいな、そのちっちゃい喧嘩っていうのは結構ね 50%50% だったりするんだよね。なんか発端は私でも言い方がきつかったりとかさして、だから結局発端は私であれ喧嘩になっちゃった場合もう 50%50% の可能性があるから、自分も悪かった部分を謝る、で純也くんも悪かった部分を謝る、うん、ちゃんとそれをなんかお互い謝るっていうのがやっぱ大事かなって思います。はい、はい、じゃあ次最後です。ルーティン動画見たいです。オーストラリアのルーティン動画そのうち作りたいと思います。もうちょっと経ったらいろんなルーティン増えそうだし、確かにその時にルーティン撮りたいと思います。はい、頑張りますか。じゃあそうだね、ちょっとね長くなってしまったので動画はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、チャンネル登録と、はい、グッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。